はい、こんにちは。今ですね、また成田空港の方にいます。今回はどこに行くかというと、ワールドカップのスポットを取りに行かなきゃいけないということで、これからまずはドイツですね、ミュンヘンに飛んで、ザルツブルグの方に行って、でカプルーンというスキー場に行きます。でカプルーンで、ナショナルカップが行われて、でその後はロシアですね、ロシアのサニーバレーというところに行きます。でそこでもう一つ大会があって帰ってきます。基本自撮りでこのビデオブログみたいな感じで、この遠征はやっていきたいと思います。オーストリアって今の時期なんかすごいホリデーみたいな感じで、もうめちゃめちゃ高くて、もう1泊3万円とかするんですよ。3万円どうしようってなった時に、まあ、スロープやってた時の友達なんですけど、トムってやつがいて、そいつが話を通してくれて、明日からそのドイツのフリースキングチームがよく使ってる施設で、宿提供してくれることになったんで、そこに行きたいと思います。いきなり警報が鳴り出したんですけど、またハプニングみたいな、大丈夫かな、いきなりすごい警報鳴ってんだけど、大丈夫かな、大丈夫なことを祈る。でその後はロシアに行くんですけど、ロシアもすごいラッキーで、それもまたスロープで友達がいて、でそいつ経由でサニーバレーっていうスキー場に直接連絡してくれて、でサニーバレーが俺の YouTube を見てくれて、動画撮って YouTube の方に載せてくれれば宿とか食事とか出してくれるっていうことだったんで、そっちのロシアの方も問題なく今回は行けそうです。めっちゃ警報鳴ってんだけど、先行き不安ですよ。これは不安だけど、まあなんとかなるでしょう。お疲れ様です。ということで、10時間かけてですね、無事にドーハの方に到着しました。とりあえず次のフライトまで若干時間があるんで、プライオリティパスで入れるラウンジがあるんで、今からそのラウンジに向かいたいと思います。テディベアがここに鎮座してますね。すっごい街超でかい、人がこれだからめっちゃでかい。まあ、コーヒーも無料で、あとはここのドリンクも無料ですね。ラウンジでだいぶゆっくりしたので、ちょっとだけ回復したね。やっぱね、移動って言ってもずっと座ってるだけなんですけど、まあ、結構大変ですね。ずっと座ってるからなんかすごいあーって体を動かしたくなるし、なんか血液が止まってる感じ。さすが中東ですね。ポルシェか、ポルシェですね。まあ、時間なんで、今からミュンヘン行きに乗って、でそこからさらに鉄道を乗り継いで、でバス乗って行きたいと思います。本当に移動が嫌ですね。できればずっと日本にいたいし、もうずっと日本で滑ってたい。だって日本の方が絶対楽しいからね。やらないと後悔するから、後悔したくないからね、本当にそれだけ。まあ、今やってるのは今しかできないことだから、自分のやるべきことやっていきたいと思います。 OK、 じゃあミュンヘン行きましょう。OK、 じゃあ今から乗ります。なんかだいぶ足が広々してる感じ。はい、無事にミュンヘンに到着しました。とりあえず降ります。電車のチケットをゲットしました。で今からこの電車に乗って、まずはミュンヘンオストっていう駅まで行きたいと思います。
OK、多分次がラストの乗り換えですね。疲れた。日本から出て24時間以上経ってるから相当疲れましたよ。で、降りてすぐにこの電車に乗ります。 OK、行きましょう。 OK、合ってるね。インスブルック動いた。地これです。 OK、行きましょう。はい、ということで日本を出てからおよそ30時間経ってメイン、最終目的地の駅のゼル・アム・シーという駅まで来ました。はい、到着しました。ゼル・アム・シーで、ここからタクシーかバスで行きます。ここでタクシーに乗ります。楽だからね。Not international phone. Oh, oh my gosh, not. What are they doing? What is that? This is stupid. This is stupid. Look, stupid. So. きました。無事にアクティブに着きました。途中マジでおっちゃん事故るかと思ったけど、本気で正面衝突かと思ったけど、なんとか。シグネチャー here. OK. Your room. Thank you. やっと着いた。今から部屋行きます。 OK. OK, we also have a gym. What time do you open? It's back from you. It's open all day. Oh, nice. It closes at 9 o'clock. Cool. Thank you. OK, so this is the yes. way to your room. Yes. Oh my gosh, such a nice, brilliant. OK. Oh, nice room.OK、 ということでやっと到着しました。疲れた。到着早々なんですけど、さっき俺をこう紹介してくれたフローって人がいて、そのフローが、ドイツの、今回の大会のオーガナイザーなんですけど、ドイツチームとドイツの、多分ナショナルチームとディナーがあって、そのディナーにぜひ、来てほしいっていうことなんで、ちょっと時間あと5分ぐらいしかないけど、そのドイツチームとのディナー会に行っていきたいと思います。 OK、 じゃあ行きましょう。あ、そっちスパイだ。フードポーン、フードポーン。はい、お疲れ様です。夜ももう暗くなって、時差ボケがやばいっすね。とりあえずそんなに体は疲れてないから、ちょっとお風呂入ってゆっくりしようかなっていう感じです。で、結構部屋がね、ムード半端ないんだけど、ちょっと部屋がエロいですね。これ一人で寝たいと思います。で、明日は朝7時から9時ぐらいまでの間で朝ごはんを適当にここで出してくれるんで食べて、で、9時半にみんなで山に上がるっていうことなんで、9時半に備えて、はい、っていう感じです。ビデオブログ第1弾到着編ですね。これで終わりたいと思います。お風呂入ってすっきりして休みたいと思います。 OK、 じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。ありがとうございました。